リンちゃんハンです。カメラがピントなんていうのやり直したぞ。さあ、今から、また、笑い声が聞こえた、狭間不動尊。歴代トップであれだ、何回か来てるけど、一番多分早い時間。早いな。8時13分。7時13分か。今日は事情があって、早い終わって、早く帰りたいです。おお。でもさ、ムイ君、今日歩く体勢で来てねえよね。クロックス。舐めとるよね。言うて、狭間不動尊そんなあれやで。山道じゃないもん。まあ確かにな。さあどうしますか。行きますか。帰ってみましょう。昨日ほどやばい感じしないもんね、まるで。うん。ゾワゾワ感がない。うん、なんか、あ、淡々とこれ終わるパターンだっていうさ。ん？なんか、オーブの写真は間違いなく撮れるだろうけど、なんか、あ、なんか、やばいやつ今日不在だなって分かってる感がある。だよね。よし、じゃあ行きましょう。行きましょう。これ何？虫ではない？これ。うん。この花火でパーなってるようなさ。上から火が落ちてきたような感じですね。前で俺、前でこうやって見たんや。虫こんな風にならないやろ。でかいよね、だってそのサイズだってことは、相当。相当でかいぞ、これ。ほら。ほんで、すぐに映したんやんて。あ、まただ。ごめんごめん。ほら。ないやろ？ほら。ないな。ほら、さっきすぐに映したんやん。どうや、もうこれで来たやろ。は早くね。ちょっと嬉しいやろ。こっちから行ってみる。いや、今俺こっちから行こうと思ってた。ああ、うん、ちょっと今のすごくね。なんだろうね、うん、なんか上から火物が落ちてきたら、ほんでパーンと広がったような感覚しない？うん、なんか、あ、花火でこんな火の動き見たことあるっていう感じ。そうそうそう。だって、何回映してもそんなもう出ねえもん。いいね、撮りたかった。いいことや。あ、線香、あ、あれの匂いがするだよね。ちょっと前行って。なんかいきなりそう来て、いきなり大物じゃないですか。大物なのか？今までのオーブとも違うぞ。いや、オーブじゃねえだろ、もうこれは。ちょっと見て、ちょっと。今の、いい。あれがある。なんか一部だけポチパチパチ言うね。ね。動物だと思う。今下の方見てたら影がなんか動いてた。どこ？この辺、普通になんか。どこに？その、床のひび割れぐらいのとこ、うん、のところで影がなんか動いとったから、あ、なんか上で動いてんだなって。ねえだろ、上何も。じゃあなんだ、今の影は。だってどうやって見るんやか。上から上誰か飛んだの、ムササビが。うん、この辺でなんか動いてたんじゃないかなって俺思ったけど。どうやって下に映るんや。この辺でなんかできる。ライトが 上にあるのに木が。変だろ。この辺で動いていたんだよ。この辺で。この辺でふわふわふわーとなんか動いてたからさ。それ多分違うもんだろ。なんてこった。なんか今日、レベル高いな。
相変わらず歓迎されてねえな。急に生っぺってて、あー坂道がええ、急にあえげな気持ち悪いな坂道がええねえよ。割となんか今囲まれてたりする。うん、今さ見間違いかなって思ったんだけどさ、うん、そこのここのこれ、うん、あたりからなんかさ影がさなんかコロコロコロっと落ちてくるようなさ、なんか眠たくなってきたよねなんかちっちゃい子供小学生ぐらいかなの人が落ちてくるような影がさ見えてくっそビビった。だって俺もうすげえもん今やべえなって。あったオーブが取れてないもんかも。あー嫌な予感それ。うん。それはおとりあえず誰かおるね。聞こえたでしょ。なんかドンドンっていうことなんか足踏みみたいなね。その前にキャーって女の子の声聞こえてない。え、声聞こえてない。いや、どんどんは旗の音だから、ボンボンって。今、道路の引きずる音が向こうから来てない。大丈夫これ、状況的に。本当に聞こえてない。え、何の、え、もうちょっと耳すました方がいいの。何言うの分からん。前回は聞こえなかった音だよね。パンって音が言ったね。ね、こっちから聞こえたぜ。え、あっちじゃないの。あっちじゃないの。違う、今そっから聞こえたよ。誰かおるの。なんていうか、喋る余裕ないな。今日なんか俺、さっきのあんつって言ったのやろ。おるんかな、誰か。9時でしょ。9時ぐらいだね。8時40分。誰か来るんじゃないですか。開いてるし。誰か住んでるの。またおるのにしろ。おるのか。もう行くんどうぞあのさ、それまたあなたが入りたくないから俺一人進ませてビビらせる展開やで。なんかごめん、今日こっから進みたくないって言って。おっと、俺もその大体のアウトな領域に入り込んでるぞなんだろうな、まだ人がおるのかな。うん、一人で行ってみるべき。ねえ、誰かに見られてる気しない？そこまでは感じないな。そう、誰かに見られてる。俺らが歩くとパチパチっていいですよね。なんか今日怖くない。さっきからずっと嫌な予感もしてるけどね。予感じゃねえぞ。怖い怖い。なんですかね。
今日言葉少ねえな俺たち。うん、じゃああなたがだってずっと緊迫状態だもん。なんかで喋ろうとしたらあなたにシッって言われるし。いや本当に俺の耳の中で聞こえるんだもん女の声。いやキャーあーっていう音が。猫や猫や猫かな。でも俺の耳に入ったんやけどなそれ。なんか来なきゃよかった。でも今日の光はあれはもう獣やろ。偶然じゃねえか。偶然なのかよく分かんないけど屋根を取った方がいいっていう。うん、うん、念願のこの階段じゃな。初めてやねこっち。うん、この階段実は初めてなんだ。よし。お違う。ここにヒンってなんかコビクションつってね。影がこのぐらいのバックしてぐらいになってたね。コビクション何やってる。ええー、もう。たまらんねん今日。なんで？なんででしょうな。虫が生まれる音かな。豪快な音を立てて生まれておりますな。あ？暗いにしそうな映像やで。でもさ、さっきのあの、もう一回屋根上撮ってみる。今日のやつはすごい特典、特だね。猫。そんな風になると、エンドフラッシュ炊いても虫なんか飛んだってあんな瞬間にはっちゃけるような顔になるんだ。